まあ、こんな感じで波形作ると結構面白いですね。で、今回は残りのオシレーターの解説をしていこうと思います。では、コードオシレーターの解説をします。で、コードオシレーターは一つのノートでコードを鳴らすっていう面白いオシレーターです。で、コードオシレーターは1と2のエンコーダーは使いません。で、1のスライダーでコードを設定します。で、2のスライダーでコードのボイシングを設定します。で、3のスライダーでパルスワイズ。で、4のスライダーでパルスワイズのデプスですね。ティンバーのつまみでコードの構成音の音量バランスを設定します。まあ、このコードオシレーターはアルペジエーターでもコードを鳴らせるっていうのが面白いですよね。ではプリセットを鳴らしてみます。まあ、この辺ダンスミュージックとかですぐ使えそうですよね。意外とリード音とかもいけそうっすね。ではドローイングオシレーターの解説をします。で、ドローイングオシレーターは32のステップで波形の値を設定してオシレーター波形を生成するっていう面白いオシレータータイプです。1のつまみで1から32のステップの場所を設定します。で、2のつまみでステップの高さを設定します。まあ、こんな感じでサウンドも変わっていってます。で、1から4のスライダーは8ステップごとの高さを設定します。で、ティンバーのつまみでウェーブのこの曲がり具合をコントロールします。で、スライダーの下のボタンを押しながらこのスライダーを動かすとこのカーブを作ることができます。で、細かい設定はこの1と2のエンコーダーでやります。まあ、こんな感じで波形作ると結構面白いですね。で、ドローイングのオシレーターも、オシレーターのセッティングはないですね。で、これエンターを押すとリアルタイムにこの波形を描いていくことができます。ではサウンドを聞いていきます。プリセットのサウンドを見ながらやっていってもいいかもしれないですね。まあこんな感じで波形作れるんで面白いオシレーターだと思います。では PCM 波形の解説をします。まあ、PCM 波形はもう本当そのまんまですね。4つのこのスロットのサンプルベースの PCM 波形を選んでいくだけです。まあやっぱりローランドさんといえばね、みんな大好きこの JD ピアノですね。で、1のつまみでこの4つのスロットを選択して、で、2のつまみでサンプルを選択します。まあ、こういうマレット系の音も入ってますね。まあ、いろんな楽器のサンプルとか波形入ってるんですけど、まあ、ストリングスとかなかったり、MC シリーズはほとんどのサウンドカバーしてるんで、それに比べるとちょっと少ないですね。まあ、今後のアップデートに期待してます。まあ、オルガンの音とかも入ってます。で、スライダー1から4は、そのまんま、PCM 波形のボリュームですね。で、ティンバーのつまみは使いません。で、シフトを押しながら、このボタンを押すと、オシレーターごとのこの、ピッチのセッティングと、ボタンの色を選択できます。PCM はこんな感じで波形を選んで音程とボリュームをコントロールするだけですね。ではサウンドを聞いていきます。まあ、こんな固めのデジタルシンセっぽいベースもいいですね。まあ、こんな感じで4回にわたってオシレーターの解説をしてきました。ローランドさんらしい上質なアナログモデリングのサウンドから FM シンセ、ウェブテーブル、まあ、本当にクラシックなサウンドから現代のモダンなサウンドまであらゆるシンセのサウンドを鳴らすことができます。で、これを4パート使えるんでかなり面白いトラック作れるんじゃないかなって思います。まあ、ぶっちゃけ物足んない点もあるんですけど、まあ、そこはアップデートで改善と、あとさらに新機能とかの追加も期待したいですね。